ダークシャドウは1966年から1971年に放送されたゴシックソープオペラダークシャドウズを原作としたスーパーナチュラルドラマ映画。監督はティム・バートンで主演のヴァンパイアのバーナバス・コーリンズはジョニー・ディップが演じる。北米公開は2012年5月11日であり、通常版とアイマックス版が上映された PG-12 指定。 1760年、ジョシア・コリンズとナオミ・コリンズは幼い息子バーナバスと共に新たな生活を始めるために正規を求め、アメリカに向けてイギリスのリバプールを出港した。20年後、バーナバスはメイン州コリンズポートの町で当時のアメリカでは珍しかったイギリス仕込みの水産業をして儲け、コリンウッド商園の所有者となっていた。裕福でプレーボーイな彼は、 使用人のアンジェリークを振ったことで恨まれてしまい、その憎しみで黒魔術を覚えた彼女に呪いで両親を殺され、恋人も自殺に見せかけて、ヤモメミサキの断崖から落とされ、自身はバンパイアにされ、生き埋めにされてしまう。それから2世紀後の1972年、コリンズ家の女主人エリザベスは、一家が抱える問題に対処するため、住み込みの精神科医、 ジュリア・ホフマン博士を呼び入れる。ここには他に、エリザベスの弟、ロジャー、エリザベスの娘キャロリン、そして、ロジャーの息子デビッドがいた。家族の不可思議な謎は、血縁関係にない者たち、世話人のウィリーや、暗い過去を持つ、家庭教師ビクトリアにも降りかかる。バーナバスは偶然、工事現場にいた人間たちに掘り起こされ、棺から脱出するが、かつての自分の土地は、 あれはて、子孫たちも落ちぶれていた。バーナバスは、暴風の唯一の財産は家族だという言葉を胸に、コリンズ家の復興を目指す。2011年のコミコンインターナショナルにて、オリジナルシリーズの俳優4名の出演が確認された。2011年6月、ジョナサン・フリット、ララ・パーカー、デビット・セルビー、キャスリン・ディ・スコットが、 カメオ出演のためにパインウッドスタジオズで3日間過ごした。ダークシャドウはティム・バートンが監督し、セス・グレアム・スミスが脚本を執筆した。2007年7月、ワーナー・ブラザースはゴシック・ソープ・オペラダークシャドウズの映画化権をダンカーアーティスの財産から購入した。プロジェクトの開発は2007年から2008年、全米脚本家見合いストライキの影響により遅れた。 ストライキの解決後、ティム・バートンが監督に着任した。2009年、ジョン・オーガストが脚本を執筆した。2010年、オーガストに代わって、小説家でもあるセス・グレアム・スミスが再度脚本を執筆した。撮影は2011年5月に始まった。イングランドのパインウッド・スタジオズ・ナイトロケ撮影の両方が行われた。撮影監督は、ブリュノ・デルボネル。 プロダクションデザイナーはリック・ハインリクス。衣装デザイナーはコリーン・アトウッド。編集技師はクリス・レベンゾン。作曲はダニー・エルフマンが務める。日本ではワーナー・ブラザース・ホーム・エンターテイメントよりブルーレイ・ DVD が発売。ダーク・シャドウズを原作とした映画作品は他に以下2本が存在する。ありがとうございます。